チームデスマッチ。よし、グラップルで左に突っ込むぞ。そして思いっきり死んでやる。でいっ、あれ仲間、よし、倒した。それいいな、最速でいけるよだろ。このマップでねえ遊ぶときは必ずこうやってるわ最初。いた、それは強い。とんでも迷惑だよ。リードを失った。リス変わったね。変わったね。おめでとう。脅威を処理した。こちらがリードを奪った。リロキャンが忙しい。クラッシュダウン。ダメよダメダメ。下に鉄線置いとこ。UAV。 うわ、やべえ、こっから動けねえ。助けて。そんなこと言われてもこうだ。メディックを通した。あ、逃がした。ケーヌ強いな。強いよ。めっちゃいいな。仕留めた。ヘルストーン、あ、やべえ、たまっ、弾がない。いただき。で、ヘルストーム。発射。君に決めた。あー、建物の天井。ちょっとこのリスポーンひどくない？そんなにやばかった？目の前に敵3体来たよ。それはやばい。いや、グラップル楽しいな。グラップル楽しいとか言ってる時点でもうね、 BO3 の感じ受けてないと。まずグラップルな。だってもはや BO3 と何も変わりない、こんなの使ってたら。いた。死んだ。こっちの人数仕留めたぜ。え、本当だ。いや、まあその方が有利かもしんないけど。もちろんさ、一人当たりな。ああ、うんこ。はい、リスポーンしたばっかり。スナイパー当たった時のこの深い音が本当やだ。バッテリーを撃破。バリケードを展開する。暗い。ちょっと無理があった。あなたのねシールドが透けてね、すんげえ見にくい。なこと言われても。暗い。おー、ヒル。プレイヤー増えた。バリケード壊されちゃった。よし、なんかリスポーンが単純だよな。いいことができるな。マップが狭いからそうなるんだけどさ、昔の COD の方がまだマップ広かったよね。うん、いや、俺あんまり広くて困るからこれぐらいでいいと思う。そう、広くて悪い例ゴーストで、あれはあれは、まあそういえばそのゴーストなんだけどさ、あの噂か本当の話か分かんないんだけど、うん、なんか予告なしにアップデートがね来たらしいんだよ。謎の、ほう、謎のアップデート。だってここ数年間何も手つかずだったんだよ。ほう。で来年の COD はね、あの、うん、
IW とゴーストを作った、まあ、インフィニティワードなわけなんだけど、なるほど、このタイミングでゴーストにアプデが来るっていうことはなんかあるんじゃないかって、これはひょっとしてゴースト2かなっていう。でも IW は一部の人に人気だったっぽいけど、俺もまあ嫌いではなかったよ、これも。あれクイック完全にクイックゲーだったけど、うん、あとはなんだっけな、ローだ、ローがめちゃめちゃ強いゲームだからスーパー LMG ゲーで、スーパー LMG、スナイパーだ、伏せろ。スナイパー、もうこれ俺らスキル確定ですわ。ダメだぜ困った時は飛ぶよっしゃこのグラップルのピンチの時に突っ込むの本当楽しい。俺でいつも浮かずに手出しはできないな。ああ俺だな、俺は。おお。ファイヤーブレイクは沈黙した。迷惑だ。あれ、こっから？ターゲットダウン。おお。やる。だろ。あれは仕留めたろ。本当鉄線とバリア、本当害悪。マジで鉄線すごい